内健です、よろしくお願いいたします。会社名は、株式会社、パブリック商会という、電球蛍光灯照明器具電材品、そういったものを、主にした、商社をやっております。この他に、ゼネラルトレーディング株式会社というネット専業の、やはり、この業界の、専門の、ウェブサイトを、運営しております。はい、入会のきっかけはですね、東日本大震災の後に、仙台の方にですね、ちょっとあの仕事で、伺った際に、ボランティアとか、そういったことをされている、JC 関係者、そしてですねそちらに、非常に好意にさせていただいている社長様から、そういった団体に入ってやろうかなというアドバイスを頂戴しまして、ちょうどですね仕事にいろいろ悩んでた頃でしたので自分の勉強のためにということで町田青年会議所に入会させていただきました。最後になりますけれども、はい、JC に入って良かったこともしくはあのアピールしたいなと思うことがあれば教えていただけますでしょうか。はい、良かった点はですねやはり仲間に恵まれたこと、委員長もですねやはりみんなが頑張ってくれるから僕も委員長として、やっていけると、やっぱりその仲間ができたというのは非常に心強く、感じております。その前はですねやはり仕事で悩んでた頃は、出口の見えない暗いトンネルをただひたすらこう歩いていたような気がしまして、今は日差しの中を歩いている気分でございます。アピールしたいところはですねやはり JC ももちろんですけれど仕事の方もですね頑張ってやっていきますので皆様どうぞよろしくお願いいたします。